アナトリア仮説は、インドヨーロッパ語族が新石器時代のアナトリアを起源として拡散したという仮説である。1987年に、イギリスの考古学者、コリンレンフルーによって、初めて提唱された。学問的には、もう一つの仮説である、クルガン仮説が、より支持される傾向にある。アナトリア仮説では、インウーソ語の話者が新石器時代を通じて、アナトリアに住んでおり、 インオ謀語族の拡散は、紀元前7から6000年期の新石器革命と関連しているとする。陰謀語族は新石器革命に伴って、紀元前7000年頃より小アジアからヨーロッパに拡散し、それは平和裏に先住民族と混合しながら起こったものと主張する。ゆえに、新石器時代のヨーロッパのほとんどの住民は、陰謀語を話しており、後に起こった移住によって、 別の陰謀語に属す言語に置き換えられたとしている。新石器時代期元前7000から8000年期の拡散を示す地図レンフルは、インドヨーロッパ相続は以下のようなステップで広がったとしている。濃厚仮説の強みは、陰謀語族の拡散と考古学的出来事をリンクさせることである。濃厚の拡散は、しばしば著しい人口移動を伴うからである。 2003年にラッセル・グレート・クエンティン・アトキンソンが出版した87の言語と2449の語を用いた研究では最初の陰謀語の発散は7800年前から9800年前に起こりアナトリア仮説と一致する結果が得られたグレイアトキンソンはスタキャスティックモデルズモデルを用いて 陰謀語の間で異なる語の有無を評価することで、陰謀語の起源は8500年前に遡り、最初にヒッタイト語が分岐したとしている。しかし、ベーズ分析は一部の語彙だけでその言語の歴史を見積もっているという批判がある。アルバニア語の得意な結果は、方法とデータに重大な疑問を投げかけている。他の語彙統計学的研究では、 クレイアトキンソンと別の結果が出ており、2015年の系統解析では、クルガン仮説を支持する結果が出ている。最近の遺伝子の研究では、アナトリア仮説に比して、クルガン仮説を支持する結果となっている。ありがとうございます。